二十年後にまた小学校四年生の夏休みのことで今でもよく覚えてる川と古墳の堀をつないでる畑の用水道があってそこで一人で船釣りをしてたんだ三時頃から始めたんだけどいつになくたくさん釣れるんで面白くってやめられなくなった だんだん辺りが薄暗くなってきて日の長い時期なんで一時近かったと思うそろそろ帰らないと怒られるなもう一匹だけ釣ったらやめようと思っていたらガサガサとヤブを踏み分ける音がした河原の竹の高い草の中を何かが近づいてくる音がする人が通るような道はないんで 動物かと思ってちょっと身構えたが出てきたのは自分の父親より少し年上くらいのおじさんだったおじさんは神主さんに似た上下白の着物を着て顔は大人なんだけど小学生の自分と同じくらいの背丈で頭に黒くて長い帽子をかぶってるそれがエボシというものだとは後でわかった はじめは怖いという感じは全然しなかった。おじさんはニコニコ微笑んでいてとても優しそうに見えたから。おじさんは体についた草の葉を払いながら、ぼうや、釣れるかいと聞いてきたんで、はい、釣れますと返事をすると、ちょっとお魚見せてくれるかい と言いながら歩み寄ってビッグを引き上げ「ほう大量だねいくらかもらってもいいかな」そしてこちらの返事も待たずにビッグの中から一番大きい船を2本指で挟んでつまみ上げ「いただくよ」と両手で抱えて頭からかじり始めたバリバリという骨の砕ける音が聞こえてくる おじさんは「いいないいな生臭いいなと歌うようにつぶやいていて頭のなくなった船を草の上に捨てた自分がぼうぜんと見ていると「雪肖だよ雪肖はいいないいなと言いながらビクの上にしゃがみ込んで 今度は両手を突っ込んで二匹の船を取り出すとこちらに背を向けるようにして交互に頭をかじり出したやっぱりバリバリゴリゴリと音を立てて頭だけ食べている生臭い匂いが強くした魚を捨てると立ち上がってこちらを振り向いたニコニコした顔はそのままだが 額と両側の方に船の頭が生えていた。船はまだ生きているようでパクパク口を開けている。うわーと声を上げてしまった。ここから逃げなくちゃいけないと思ったが体が動かない。おじさんは動物のような動きで一飛びで自分のそばまで来て、坊やもう山もらっていいかなーって。 と言って肩に手をかけてきた思わず身をすくめると同時におじさんの方も弾かれたように飛び離れたそしてこちらを見て不審そうに首をかしげ坊や仁徳があるねどこかにお参りに行ったかいそういうおじさんの顔から目が離せない すると急におじさんの顔が黒くなり、吠えるような大声で、どっかにお参りに行ったかと聞いてるんだと叫んだ。けをされて、この間お祭りでおみこしを担ぎました。と、なんとか答えると、おじさんは元のニコニコ顔に戻って、そうか、おみこしね。 うーん、残念だなじゃあ20年後にまた来るよゴッと強い風が顔に当たって目をつぶってもう一度開けるとおじさんの姿はなくなっていた体が動くようになったんで釣り道具を全部捨てて家に逃げ帰った 家族にこの話をしたけど何をバカなことを言うという反応だった母親が変質者かもしれないと少し心配そうにしたくらい翌日中学生の兄と一緒に昼前に掘りに行ってみたら釣り竿なんかは草の上に投げ捨てられたままになっていたただビクに近づくとひどい匂いがして 中はドロドロになって辺りの水面に油と魚のうろこが浮いていたその後はその古墳の堀には近づいていないし特に奇妙な出来事も起きていないただもうすぐあれから20年になるんだ